での走りを目指す。今エンジンのモードは一番パワーの出る S シャープ、それからマルチ DCCD と呼ぶ全制御のセンターデフを持ってるんですが、それは今ボートのマイナス側、マイナス側というのは少しトラクションよりもどちらかというと旋回方向を重視したモードです。と今オンになってますが、これをちょっと長押ししてスポーツモードにしました。ブレーキはブレンボ社製のものを持ってて、まあ今日何ラップかすでにしてるんですけども、なかなかへこたれないです。ストレートに入ります。エンジンのレブリミットは8000回転ですが、まあ、実質7000回転から上になると少し重くなってくるの で、 そうです、ね、3速でせいぜい7500、4速になるともう7000でアップするぐらいですか。で最高出力は308馬力です。で今まもなくリミッターが入りますが、今200キロ弱のところでリミッターが入ってます。ですね、まあ、今ちょっとだいぶ余裕を持って入ってますけども、ブレーキのフィールはいいですね。ペダルが非常にカッチリとしててコントロール感もいい、それから減速感もしっかり出ます。それから車体がすごいしっかりしてる。ハッチバック系というと普通車体がなんか少しこう弱いという印象が出がちなんですけど、この車が特にすごいのはリア側がかなりガッチリしてますよね。それではですね、今これまでで、スポーツモードの VDC を入れてたんですけど、これを全オフにします。これでスタビリティコントローラー切りました。スピードレンジ上げますね。フロントが逃げる感がありますね。